ついにコラボが始まりましたね。ちなみに僕はペルソナ1ミリもわかりません。はいどうも皆様こんばっぱーパルでございますと、はい、今回はですねこちらスクフェスの方でペルソナシリーズコラボ限定ボックス勧誘ミューズパート2、はい、こちらの方が来ていたのでね引かせていただきたいと思いますと、本当はパート1引くつもりだったんですけど間に合いませんでした。はい、こちらの勧誘はですね、まずは目の前に見えているコラボ衣装を着た9人から1人を選択してボックスに入れて、それから引くことが可能な勧誘ですね。つまりしっかりと自分の推しが狙えちゃうわけです。そして今回のボックスはその選択有利だけではなく、はい、アケフェスの衣装であるスターライトセーラーという限定有利も復刻してラインナップに含まれているんですよね。こちら僕自身ですね、ノンターン1人しか持っていないので、あわよくば当てられたらいいなって感じです。で今回の勧誘ではですね、ラブカストーンは使いません。はい、こちらの勧誘チケットを使ってボックスを回させていただくのですが、ご覧の通り59枚しか溜まってないんですよね。まあ正直ね、最近の僕は甘えてました。こういうボックスを引くときはラブカストーンも勧誘チケットももう 100% 当てられる数まで貯めてから引いてたんですよ。そんな絶対に当たることが確定している動画、果たしてそれは面白いのか。ということで今回は勧誘チケット50枚使用してコラボ限定有料を当てられるのかどうか 50% の勝率にかけて引かせていただきたいと思います。久しぶりだなこのひりつく感覚、これこそガチャの真骨頂よ。ということで皆様には今宵本当の神引きをお見せしましょう。じゃあまずはとりあえずボックスの中にノンタンを入れましょうということで、はい、ノンタンを選択して OK 入れますよということで、はい、メンバーを設定いたしました。ノンタンドアップバナーかわえな。よし、これでサイは投げられた。これを生かすも殺すも俺の動画投稿者力に一存されたってことですね。自分の動画の生殺与奪の剣を握っているこの感覚たまんねえな。というわけでですね、早速最初の一発目引かせていただきたいと思います。行きましょう。さあさあ50枚で当てられるのかどうか、まず一発目よいしょということで、あそうだ言い忘れてたそう言い忘れてたんですけど、このガチャ S レア以上確定なんですよすごい今更だけどねしまんねえな全然しまんないというわけで、はい、とりあえずまずノンタンですね。 おデビルノンタンということで、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いです。いやそれだけでもね、本当に引く価値があると思います。めちゃくちゃにめちゃくちゃ引く価値高いですこのガチャね。まあまあどんどん行かせていただきましょう。 OK、 まあまあとりあえずね、いつものボックスの感覚だと S レアはもうレアと同じ感覚っていう感じなんですけど、それでもレア大量に入手できますからね。はい、ニコニありがとうございます。 OK OK、 クレヨン編ニコニですね。さあどんどん行きましょう。 OK、 すごいなこれ、 S レアが当たるだけでもこれ動画映えとんでもないよな。よいしょということで、さあ誰だ。おかよちんですね。いいね、フルーツパーラーかなんかのかな、かよちんかな。ありがとうございます。 OK OK、 いやすげえな、常に眼福常に眼福、素晴らしすぎるありがてえ、もう喋ることにこと書かねえわこれはなさあ次のエスレアが、お海ちゃんですね。妖精編かな、妖精の国編か、妖精の国編の海ちゃんということで、髪型最高です。ありがとうございます。いや嬉しいですね全部エスレア最高すぎる。 OK 行きましょうか。まあ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 、とりあえずまだ動画が始まったばかりということで、序盤も序盤ですよということで、よいしょと、おかよちんこれはこれですごい確率ですね。はい、先ほど当たったかよちんありがとうございます。さあ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 、どん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 のんたんも当てていきたいですね。さあ SS レアもう4枚ありますからね。さあさあさあ来てくれるか、よいしょと、レスレア、あーいいね、イルカちゃん持ってる小鳥ちゃんということでね、全然小鳥ちゃん専用イルカになります。間に合ってます。おととい来やがれ、身の程わきまえろです。さあどんどん行きましょう。 OK、 さあ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 、全然来てくれてもいいですよ。よいしょということで、はい、スリアがほいと、お来てくれました、ほのけちゃん。いいね、ちっちゃな雪だるまさんを持っているほのけちゃん、ありがとうございますいやいいな、かわいいな本当にな。さあさあさあ行きましょう、どんどん行きましょうか。なんてったって50連分すべて見せますからね今回は。よいしょと、はい、じゃあ誰が来てくれるか、お小鳥ちゃん、チュンチュン、いいですねこれ楽器編か、楽器編のチュンチュンですね。フルートって言うんだっけこの楽器ね。ありがとうございます、めちゃめちゃ可愛いですめちゃめちゃ綺麗な音を奏でそうですよね。行きましょうか。 OK、
さあ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 、もうちょっとでなんか10連終わっちゃいそうだね。5分の1終わっちゃいそうですけど、よいしょと。お、のんたんありがとうございます。キツネさん抱っこしてるのんたん、かわいいんじゃ。来世はキツネになります。さあ、こちらが10連目行かせていただきましょう。いや、早いな。もう10連目か。勧誘チケット1枚ずつっていう、これは味、これはこれでなんか味があるね。よいしょと。お、海ちゃんですね。いいね。なんかあれかな、山頂アタックの表情してるよ、これ。なんか、登るんだったらもう、山じゃなくてもいいのかな。ゲレンデでもありなのかな。めちゃくちゃ楽しそうに滑りそうですね。ありがとうございます。海ちゃん来てくれましたよ。ということで、さあさあ、SS レアも来ないまま10連が過ぎましたね。なかなか珍しいですね。行きましょう。OK？ なんか結構序盤のタイミングでね、SS レア当たったりとかもするんですけれども、よいしょと、よいしょと。出た。おお、はいや、はいや、11連目、いやそ。それは予想してなかったな。いや、もうちょっとね、なんか動画のね、ちょっと動画的に、ほら、それこそ40連目とかさ、ね、50連目付近とかまで結構絡んでくるかなーなんて思ってたんですけど、いや、こういう時に限ってめちゃめちゃ早く当たるのね。いや、全然嬉しいし、まさに動画投稿者力見せつけたなっていう感じはするんですけど、改めて思った、俺はハイライトブレイカー。